今回は、芹沢智也にクルーオタクたちの反応を紹介します。本動画は、スズメの戸締まり本編のネタバレを含むので、まだ見てない人は注意してね。では行こう。新海誠さんの性欲の矛先を向けられた、一般成人男性。面倒見の鬼。老若男女、人たらし。マジで教師に向いている。それはそうと、お前は、多感な女子生徒に多大な影響を与えるから男子校に赴任しろ。男子校でもメスに目覚める男が多発しそう。健全な男児に、新たな道を教え示すな。予告で見なかった丸メガネの男が、性癖で殴ってくる。突然の芹沢智也に襲われたオタクが、性癖の海で溺れてら。芹沢智也で検索すると、情緒がぐちゃぐちゃになったオタクの限界ツイートが見れるので、大変需要に良いとされている。お前は何なんだ、芹沢智也。なぜか、愛媛で会ったはずのエッチなこの記憶がない。すべてあの男の情欲で、全オタクの心のノートは、ピンク色に塗りつぶされた。性癖の元気玉。性癖バイキング。茶髪ピアス丸メガネ喫煙者、教師志望大学生チャラ男、見た目貧困ホスト、CV 神木隆之介。芹沢智也、ソータが明らかにおかしい過量をしているとわかる聡明さを持っているくせに、その包容力で受け止めて、闇不敬って軽く流してずっと付き合ってきたんだろうな。そういうとこだぞ。自分のことを雑に扱うソータが嫌いだから、2万円借りて一生返さず、付き合いを続けてくつもりだっただろう。お前は昔からそうだった。芹沢はなんで、ソータさんのアパートの合鍵持ってんだ？オタクの性癖をこじ開けていくな。性癖だけは戸締まりできてない。こいつを琴の葉の庭に投入するだけで、全てがハッピーエンドになる気がする。実際雪乃と芹沢はクソ相性良さそう。全ての鬱要素を浄化する男、芹沢。少しだらしなくて繊細で傷つきやすい雪乃を、芹沢が全てにおいてカバーしそう。玉木さんはこいつと再婚しろ。芹沢パパ。疲れた年上の女にぐっさり刺さる男。バファリンに神聖が宿り、芹沢になった。玉木さんに目の前で泣かれて、アイス落としておろおろしてんのマジ可愛い。チャラい見た目なのに、あんま女扱い慣れてないところがいい。でも童貞なわけねえんだよなこいつ。付き合った数二人とかだと嬉しい。うち一人は、幼馴染。お前が教師を志すようになった、きっかけを見せてくれ。芹沢くんと玉木さんには、別に恋愛とかいらんから、今後も連絡こまめに取り合ってほしい。砕けた感じあるけど、基本的に真面目な20代の芹沢くんと、姪のために気合い入れて、毎日ご飯作って、時には心配すぎて、長長文 LINE 送ったり、仕事休んで迎えに来てくれる40代の玉木さん。最も推せるカップリング。年下チャラ男、包容力カンスト、かける年上しっかり女性、脆い部分もある、最高か？これだけで一本映画作れる。芹沢くんセレクト社内 BGM、彼の趣味なのかと思ったら、玉木さんの年代に合わせた選曲だったのかな？もともとそういう趣味だった説濃厚だけど、まあどっちでもいい。芹沢智也が女に振り回されているだけで、得られる栄養素がある。芹沢のごつい腕に抱かれ、眠ろう。こらよ。会ったばかりの女子高生の言うことを信じて、東北まで車を走らせるな。シュタイン博士。絶対幸せになってくれ。芹沢智也。